はい、こんにちは、ひうちまるです。今回はまた別のゲーム、マインクラフトですねをやっていきたいと思います。というかもう最初からね、ワールドを作るところからやっていきたいと思います。まあどんなところのワールドになるか全くわからないんでね、さあどういうところにリスポンスしますかね。まずはそこですよね。いや、できるだけ楽なとこに。え雪山ですか。ああそうですか。いやこれはね、今リスポンスしたとこはそこなんでね、これはやばいですね。雪山だから、まあ敵も来にくいけど、夜までにね、なんせね、ちょっと囲いを作ってしまわないとね、もう武器も何もできてない状態で夜ゾンビに襲われるともうどえらいことになるんで、さっさとね囲いを作っていきましょう。まあね、もうマインクラフトの方に関してはね、もういろいろ皆さんがねもうやってるんでね、だからまあなんだろう、今更ね、なんか新しいことしようとか、こういうことしようっていうのは考えずに、とりあえずダラダラと、もうずーっともうこう穴掘っては、うめーとか、物を作ってはうめーみたいな感じのね、ダラダラした配信をもうしようと思います。まあ、一回ね、こうやってみたらわかるんですけども、もうマインクラフトもね、もう、ある程度こう最初はね、あの作るのはこうね楽しいんですよ。ただもう一回大きくなってしまうとね、大きく作っちゃったりとか、なんか作り切ったみたいになるとね、もうあんまりまあ次またやりたいなとは思わなくなっちゃうんで本当にね、だからまあね、もうダラダラと、本当にもうなんていうのかな、もうこういう感じでね、ただ掘って、ただ積んでみたいなやつをね、どんどんとやっていきたいと思います。まずはね、ここはまあ雪山なんで、まだ石とかが見当たらないんで、土の壁でね、とりあえずのところの壁を作って、屋根を作って、囲いを作ってっていうことでね、なんせ夜までにね、仕上げないとね、まあ、あの大変なことになるんで、ゾンビのあの、とか、ね、あの弓矢をひょん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 打ってくるスケルトンとかが出てきたらね、もう厄介極まりないんで、こっちがね、武器とか、その盾とか、ね、鎧とかが作れる、もうふんだんに作れるようになればね、全然問題ないんですけども、この場合だとね、さすがにちょっとね、もう、まだベッドもできてないから、夜をこう過ごすっていうか、夜を飛ばすこともできないんで、まずはね、こうやってね、周りのね、地形を利用して、やっていくっていう感じですかね。あと、ここ山の上みたいですからね、どういう風になってるか、まあ、下も探検することになると思うんですけど、結構周りも山だらけみたいな感じですね。ねえ、ほら、もう山ばっかりですね。まあ、雪山はね、一番怖いのはね、雪の中にこう落ちちゃうことなんですよね。あ、オオカミが出てますね。危ないですね。怒らすとえらいことになるんで。ねえ、あれ、オオカミですよね。白キツネかな？あ、キツネか。北極キツネですね。白いキツネもね、このなんだろう、寒い地域にしかいないんだったんじゃなかったかな、確か。いやもうね、これはさっさと作らないとね、もうゾンビとかに本当に襲われるとね、もうすぐに死んじゃうんで、まあ自分の癖というかね、自分のこのやり方としては、もう一番最初のリスポーンで生まれたところを起点として、まずは第一の拠点を作っていく、簡単なね拠点を作っていって、そこからそうですね、まずはその拠点をね大きくしていったり、拠点でいろいろできるようにするためにこう材料を集めたりっていう、拠点の周りで材料を集めたりっていうところがメインですかね。まあ、今はね木を掘ってますけど、これね木で木を掘る、なんかね木掘りするっていう、まあどんな世界だよっていう話だけども、まあこんな感じでね、どん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 ね、まあ木も掘っ
ね、掘るっていうのが木はどうなの、刈るっていうんだろうかまあ木こりですよね。まあこんな感じでね、木も取っていって、で木はね全部切ったら、なんていうのかな、あれじゃないですか、あの葉っぱは全部なくなるんでね。まあ変な話、なんだろう、着火できるあの石あるじゃないですかね、あれを作れるようになったらもう全部燃やしてもらったらいいんですけどね、こんなもん、もう本当に。あと溶岩を流し込むとかね、うん、そういうこともできるんでね。まあ今のところはね、もう土壁を本当にどんどん積んでいかないと、もはや土がまたないんでね、もうこれ困った話ですよ。とりあえず土をどんどん掘ってね、壁にしていかないといけないんで、まあこの時点でね、ちょっとやらかしちゃってるのが、あの道具を作るためのね、作業台をね、もうここで作っときゃいいのにずっとね、手でね、行こうとするんですよ。まあ自分の悪い癖なんですけどね、もう貧乏症なんでね、すぐね、何でも安上がりなもんで、もうこう終わらそうというね、もう手でやれるなら手でやったらいいじゃないっていうね、うん、そんな感じですね。まあまだ今昼間ぐらいかな、どんどん掘っていかないとね。土をね、なんせ最初はまあ石が今その辺に見当たらないんで、土でね、とりあえずはもうまず壁と屋根を作らないと、本当にね、夜になったらね、ゾンビとかがね、どこをどううろつくか分かんないのと、あとここら辺ね、多分暗くなると思うんですよ。月明かりで明るさはある程度はあると思うんですけどね。あ、失礼しますね。ベッドの材料になるためにも倒しておかないとダメです、これはね。ウーロ出してくれ、ウーロ出してくれ、ウーロ俺に、ありがとう、ウーロ恵んでくれてありがとう。はい、今さっきね、いらないところで土を積んだんで全部潰しましょう。ね、こうやってね、どんどんとね、もうみんなね、いろいろね、なんかトラップを作ったりだなんだらーっていうのをやるじゃないですか。もう自分はね、もう一からね、本当にダラダラとね、もう何やってんだよっていうぐらいね、もう見てる人が飽きるぐらいの番組になってしまうことはもう受け合いなんでね、もうこれね、多分、いやもう仕方ないですよ。もうマインクラフトはもうそういうもんだと思ってるんでね、ね、もう屋根作ってみたいな感じでね、もうというか物を作るのがね、もうメインじゃないですか。物とかその建物とかね、まあ拠点というかね、そういうのを作るのがメインなんで、まあ、探索はね、自分はあんまり最初はしないんですよ。よほどのことがない限り、まず拡充させることがね、重要なんで、本当にね、もうエネルギー不足は、マインクラフトにまでこう出てきてるから、なんて言うんだろう、なんだったかな、鉱石とかがすごくね、なんか少なくなっちゃって、雪なんか埋もれてますね、これ危ない。で、これがあるんですよ、雪はね。本当にね、もう、炭がないとね、あれが作れないでしょう。松明とか明かりがね、作れないんで、いやーこれどうなんだろう。まあまず雪をね、ちょっとかいといて、木のところぐらいまでね、行けるような道というかね、広さを開けておきましょう。こうやってね、もう木もどんどんね、取っていかないと、もういろいろなことに使うんでね。本当はこれだけ木があればね、木で家を作ってもいいんですけど、まあ、今のところはね、まあいいですよ。いや、斧欲しいなぁ。まあ、斧というか、刀欲しいな、剣がね。あ、一番最初の初期装備、棒ですよ。棒持ったらね、なんか強くなったような感じがしますね。いや、いいですね。というかもう、リンゴとか何も出ないな。まあいいや。とりあえずね、こっちに行って、白樺の木もね、ちょっともらっときましょう。ね。まあ木によって変わるって言ったら、トラップドアとか、ドアのね、形や色が変わるっていうぐらいなもんなんで、そう対してね、変わりがあるかって言われると、まあ
ね、木は木なんでね、あんまりそんなに違いはないですけども、いやもうね、なんせダラダラとね、もうこうやってやっていくのがね、マインクラフトの面白いところでもあるんでね、もう本当にね、もう早送りとかだからするのもどうかなとも思うんですけど、あ、だんだん暗くなってきましたよ。これはまずいですよ。これはまずいです。帰りましょう、帰りましょう。まずいですね。さっさとこれ扉作らないと。もうこの時点でここでもう暗いですね。あ、もう夕焼け小焼けの日が暮れてですよ。あ、やばいやばい。これはまずい。もうさっさと、さっさと早く作らないと。木材にして。で、作業台をまず作りましょう。これないとね、もう話にならないんでね。で、棒を作って、この棒が基本ですからね、剣を作るにしろ、つるはしを作るにしろね、松明だって棒がありますからね。まず、これで、まあ、ウールはね、一個しかないんで、うわ、もう真っ黒ですね。もう、これはもう見えにくいですよ。ここで、まず扉を作ります。扉、どっちがいいだろう。ゲートでもいいんですけどね、ゲートだと多分雲がね、多分入ってきちゃうと思うんでね、雲とか一マスのちっちゃいゾンビがね、入ってきちゃうと思うんで、まああんまり光を通さないけども、どうしようかな、まあね、扉をとりあえずここにポンと、ね、つけまして。もう真っ黒ですね。何にも見えません。だからね、ちょっと窓を開けます。窓っていうかね、覗き窓をね、開けとかないと、光をちょっとでも入れないといけないんでね。だけどもう真っ暗にしすぎると、ゾンビが湧いちゃうんでね。ゾンビはね、明るさが3だったかな？明るさが 3？ まあ、そういう数値があったと思うんですけど、それでね、確か湧いちゃうんですよ。だからあんまり暗くしすぎてるともうゾンビとかその雲とかが湧いちゃうんで、それができるだけはないようにね、したいと思います。ね、これでまずチェストを作って道具を入れれるようにね、しとかないと、もしも何か不意の事故でね、お亡くなりになった時に大変なんで、もうね、亡くなったらそこに道具が散らばっちゃうじゃないですか。道具とか持ち物がね、散らばっちゃうんで、大事なものとかある程度残しておかなきゃならないのはね、ちゃんとしておきましょう。この窓気に入らないな。ちょっとね、一マスずつで行ってるのになんでここだけ二マスなんだっていう話でしょうね。だからちゃんと直しておきましょう。あ、一マス空いてる。はい、ここに土入れて、これでね、だいぶ明るくなりましたね。まあベッドがね、今のとこないんでね、寝るっていう行動ができないんで、寝れないとね、夜が飛ばせないんでね、まあ、このままずっと起きながら作業をするしかないんですけど、あ、土がもう足りなくなっちゃってるな。いや、参りましたねこれ。あ、しまった。穴開いちゃった。これはやばいですね。これはやばいです。穴が開けちゃうとこれ。ね、上から入ってきちゃうんでね。どうしようかな。外出て、いけるかな。まだ敵はいないかな。うわ、ゾンビいるね。ゾンビいるね。ゾンビいますね。もう入っておきましょう。入っておきましょう。とりあえず入っておきましょう。まだ剣を使うには早すぎる。まだ早い。ね、ゾンビいましたね、今。ゾンビは危険ですよ、ゾンビは。ねえ、もうゾンビとかは結構ね、素手だとね、すごい、わー、泣いてますね、ゾンビがーって。いや、もう勘弁していただきたい。怖い怖い、ただのホラーゲームですよ、こんなもんね。まいったなー。まあ剣を使ってね、やっつけるんはいいんですけど、どこをいるんだろう。とりあえず剣はまあ持ってね、これでやっつけれると思うんですけど、最初の装備ではね、もう本当にね、ゾンビね、すごい強いんでね、
これいないな。どこ行ったんだろう。あ、いましたね。今ちらっと見えましたね。こう、あー、いました、いました。こうやってね、こういうことができるんですよ。囲いを作ってるとね。はい、もうこちらはノーダメージでね、はい、倒してね、経験値だけは吸い取られるね。はい、経験値はいただきましたね。こんな感じでね、ずっとね、もう夜を過ごさないといけないんですよ。しかも雪山の上だから、もう雪ずっと降ってるし、もうかなあな。いや、だからあれですかね、まあスコップを作って雪かきをしないとダメかな、これは。参りましたね。雪かきをするのはいいんですけどね。はい、ちょっと外出てみましょう。真っ暗ですね。なんせ松明も何もないんでね。もうここでね、今敵が出てこないうちにちょっとね、土を集めて、とりあえず土を私に土を、ね、もう土をどんどん取って、でね、もう今さっき穴を開けちゃったとこ。ただね、この扉もね、あの一つ扉だとね、なかなか入りにくかったりするのでね、気をつけないといけないですね。はい、 OK です。これでね、かなり部屋がね、充実しましたね。充実というのか、まあ避難所というかね、小屋はできましたね。これはもうね、第一拠点になるわけですよ。こうやってね、もうゾンビを見張りながらまあそうそうゾンビは来ないですけどね、外に出てたらね、来ると思いますけど。はい、まあね、こうやってね、ほんでね、もうあれですね、もう部屋というか囲いができたんでね、今度はね、まあこれも自分の癖なんですけども、鹿の方をね、ちょっとね、作っていきます。まず外にね、いろいろと作るよりも、まずこういう風に地下を掘っていろいろとね、作る方がいいと思うんで、もうね、いろいろこう、なんていうのかな、広げようと思うとね、外だとちょっとね、夜になると、ベッドがないと、夜になると作業できないんで、敵が出てくるんでね。だからこういうふうに地下にちょっとずつ地下を掘っていって、これで作業したいと思います。ね、もう石になるとね、さすがにちょっと手で掘るのは厳しいですね。もう暗くて何も見えませんね、本当に。どんどん暗くなっていくんでね、こうやって掘っていけばいくほどね。まあちょっとそのね、掘り込んだところにちょっとした空間を掘って、まず周りに鉱石がないかどうかをちょっと調べます。まあブランチマイニングって言ってね、道筋を掘ってね、いろいろ見つけるのもいいんですけど、まずは闇雲にね、こう闇雲にって言ったらおかしいけど、まずはちょっと小部屋をね、掘ってあればいいなーって感じですね。お、これは石炭ですね。これやりましたね。これがあればね、もういろいろとできるんですよ。いや、ありがたい。すぐに出てくれたらありがたいですね、やっぱりね。あー、いっぱいある。石炭があるのが一番嬉しいですね。これは全部掘り尽くさないとね。もう石炭をね、これな、近くにないと本当にね、大変なんでね。松明も作るのも大変なんで、できるだけ石炭を早く見つけたかったんですが、まさかこんな早く出るとは。いや、ありがたい。まだありますね、石炭。いいですね。
おお、もうでも暗いからなかなか見にくいですね、これ。これね、YouTube の画面で見るとどうかわかんないんですけどね、携帯のね、画面で見ると本当にもう真っ暗けで何にも見えないみたいな感じなんですよね。もともと自分がね、あまり明るくしてないっていうのもあるんですけどね。あ、壊れちゃって。もう、壊れちゃったな。おお、結構掘り進んでしまいました。あ、外が晴れてますね。いや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 、よかったよかった。で、この間にね、もうできるだけこう、いろいろと作らないと。石も掘ったんでね、多少いろいろできますね、これで。まずは松明をね、作りましょう。あー、これで明るさがなんとかなる。はい、刀もね、石で作って、石のつるはしも作りましょう。こんなもんでいいかな。さあ、これでね、松明を置いた。あー、明るい。これですよ。もう文明の光ですよ、文明の光。いやー、もう本当に光ですよ。もうこの光がないとね、とんでもないことになるんでね。はい、この地下道にもね、つけましょう。地下施設にね。いやー、明るい。全然違う。いやー、もう石炭様々ですよ、本当にね。さあ、どんどん掘っていきましょう。これで作業も進みますよ。ねえ。どんどん掘っていきましょう。もう本当にね、もうマインクラウドって最初はもうこんな感じだと思うんです。まあ、人によってはね、もういろいろなところに冒険するんだって言って走り回る人もいれば、いやいやいや、拠点を作るのが大事だよっていう人もいるし、あとね、みんなでね、やってる時だったら、こう手分けして家作っとくから、もうちょっと何か材料探してきてよなんてこともね、できるのがこのゲーム、まあ面白いところでもあると思うんです。でもね、今はね、まあ1人。このワールドにはね、もう1人しかいないんで。ね、もうこういうふうにどん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 とね、掘って、ちょっと小部屋的にね、して。まあ言ってみれば、上はね、第1拠点で、下が第2拠点みたいな感じですかね、ここはね。ここはね、石の拠点ですよ、言うたらね。ああ、なかなかいいと思うんですよ。まあ、こういう風に掘ってしまってるんで、ちゃんと石炭を全部取っておいて、もうないかな。ね、ここも階段風にしときましょうか。ね。んで、松明もう1個つけて、明るさを増やしましょう。で、ここもちょっと綺麗にね、整地して、よいしょよいしょと、持ってね、整地しましょう。もうね、正直マインクラウドもね、皆さんもやり尽くされてる感があるんでね。一番もういいのはね、もう、なんだろう、ほんともう、結局は、ダラダラとやるのがね、一番いいと思うんですよ。こういうふうにね。まあ、早送りしてね、見たい人がね、もう早送りして見るっていうのもありですけども、これももう本当に一部始終ね、もう最初から最後までやるっていうのをね、まあ目的はね、別にないんでね、ほんで、このゲームにはね、まあ一応大まかな目的はありますよ。まあ、ぶっちゃけね、エンダードラゴンを倒すとか、いろいろありますけども、エンダーシティに行ってね、いろいろとこうやるとかもありますけども、そこまではもうね、別にしなくてもね、まあ、したくなったらやればいいだけの話で、今はね、とりあえずこういうふうに拠点を大きくしていくことを考えてね、やっていきたいと思います。で、ここは結構山だから、下の方に掘っていったらね、いいと思うんですよ。こんな感じでね。だから、まずはここの拠点を、こんな感じでね、まずこの小部屋みたいな感じになってるところを1個作って、明るさをね、足しときましょう。どっち広げようかな。やっぱ下に行ってもいいですけど、下に行くんだったらこれね、こっちを広げるのにもいいんですけども、まずはこの辺を広げて、それちゃったな。はい、もういくらでもあるんでね、まだまだ。はい、やりましょう。ガーンガーンと。
まあ木がなくなったらね、木はもう周りに結構生えてたんで、もう全然大丈夫だと思うし、うん、この調子でね、どん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 ね、掘り進めばいいと思うんですね。え、もう皆さんね、もう本当にもうこれをね、ずっとみんなやってる人もね、 YouTube でいろいろね、見かけますけども、皆さんね、もうこうなんかいろんなことを工夫して作ってらっしゃいますからね。でもね、自分はね、そういう工夫はあんまりよくわかんないんで、まあこんな風にできたらいいかなって思うのがあったらしてみるけど、大概失敗するんでもう一番いいのは拠点を作るっていうぐらいが一番自分ができることかな。冒険をするよりもまずはね、なんだろう、食料とかね、武器とか防具とかね、そういうのをこう大事にしていくタイプなんで、まあいろんな人がいますからね、もうアイテムとかをもう無視でっていうね人もいるし、なんか今牛の声が聞こえたな。あ、そんなところに牛が今牛が見えましたね。まあまあまあ、今はちょっとね、それは関係ないです。ただここを掘ると山の横にもう出ちゃう感じですね。土の肌が見えちゃってるから、これはどうしたものか。こっちに掘り進むのはいいんですが、こっちも多分すぐ外に出ちゃうんじゃないのかな。結構急にね、山スポーンと落ちてたんでね、なんかそれっぽいですね。まあまあ、とりあえずちょっと広げていきますかね。この広げたところもね、後でまたちゃんと使うんで、いろいろとね、こうなんていうのかな、作れるようになったらね、またここも考えて部屋にしたらいいと思うんで、全然大丈夫ですね。まあ広げとくことで、まあ後で使い道はあるんでね。いやー、石増えるなー。いや、石が増えてくれるのはありがたいね。え、もう石の装備はね、もう木の装備よりかはね、かなり強いんでね、石の装備ないと困るんでね。あと、まあ、贅沢言えばちょっと鉱石がね、出てきてくれればいいんですけど、鉱石はこの高さでは出てこないかな。鉄鉱石とか、ねえ。あと、銅はあんまりいらないな。鉄鉱石か、あと、まあ、ダイヤはもっともっとね、下の方に行かないと出てこないから、とりあえずここは埋めときましょう。土なんでね、多分すぐね、もう土のその山から出ちゃうようなとこになっちゃうと思うんで、ここもね、削っときましょう。でも、もしね、これ、あ、潰れちゃった。もしね、もう見ててね、退屈だったら飛ばしてください。はい。もう、途中でね、切るのもありです。もうこの配信は本当にだらだらとね、ただただもう一番最初から最後までもうやっていくっていうようなね、配信にしようと思ってるんで、マインクラフトはね、もう それじゃないと面白くないと思うんでね。途中のね、そのさ、やばい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 、これはやばいぞ、やばいぞ、やばいぞ、やばいやばい、おおおお、投手なる投手なる、おお、じゃあ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 早く出ないと、おおほおほ、早く出ないと、おお、これですよ、雪の中でこれあるので一番怖いのはこれです。いや、恐ろしい。これ下のね、下がこれ石じゃなかったらもうズボーンと下まで落ちてたらえらいことになってましたよ。もう危ないな。これがね、雪山の一番恐ろしいとこなんですよ。いや、アクシデントありましたね、本当に。あ、豚さんが、とりあえず肉が欲しいんでバスッと、あと木も何個かもらっときましょうか。まあ斧作るの忘れてたな。ツルハシでやってるけども、まあまあまあ、剣でもツルアジでもね、何でもいいんですよ。もうとりあえずもう木が取れりゃ。
感じでね、どん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 取っていかないと。ああ、木の剣でもよかったな。失敗しましたね。ちょっとまた日が暮れてきたかな。はい、若木をいただいて。これ怖いですね。ちょっと怖いですね。これズボンとはまらないように、あの革靴を作れば確か大丈夫だったと思うんで、また作らないといけないな。でも動物の皮ないしね。まだベッドも作れない状態なんで、これは困ったな。まずはかまどを作りましょうかね。かまどを作って、ちょっともうシステムキッチンをね、ここにこう作らないと。はい、キッチンをこれでね、まあ焼くことができるんでね。まあだいたい2つ3つ4つぐらい本当はあったらいいんですけどね。鉄鉱石とかがね、出てきた場合に焼いてね、取り出すのにね使うのと、あと食料を焼くのに使うのとで同時にね進行できるんでね。まあまだアイテムはあまりないですけどもね、肉は入れておきましょうね。もう木とかもうこういうね材料系はまあ入れといてもいいかな。うん、あとね、焚き火を作って煙で自分の家のところの相性かな、目印にしようかな。うん、なんかああ言ってない。あ、ゾンビがハマってますね。ほらもうこれゾンビでそらハマるんですよ。この暗いところにちょっと焚き火つけておきましょう。これね、ベッド、あ、ちょっと角につけすぎちゃったな。まあ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 いいでしょうね。こうやって松明で、あ、羊がいるじゃないですか。ベシッベシッと、ウール出たかな。あー、ウール出ましたね。やりました、ウールゲッチュですよ。ウールをとりあえず3つね、まずは3つゲットしないと、もうベッドが作れないっていうね。もういかんせんね、もうサバイバルするのに、こう最初のリスポーンの時にね、地図とかをね、つけてくれる状態があるんですけど、それをしてないっていう状態ですからね。まあ、上にトラップドアを置いた方がいいんですが、まあ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 、今のところは土でちょっと囲っときましょうかね。こういう感じでね、煙だけが出ればいいんで。まだうー言ってますね。ちょっと周りを明るくしてね。あー、あそこでもハマってますね。何やってんだっていう感じですね。これですよ。はい、倒しておきましょう。経験値はいただいておいて。ね、こんな感じでね、よくハマ、もう、これ怖いですよ。これ人土なのにな。やっぱゾンビもハマるんですね。ゾンビハマってる。あ、なんか、ジャンプみたいな感じになってますね。ゾンビが。あやおあやおって言ってますね。はまっちゃってこれ。あやあやって言ってますね。あれもうラビットゾンビかな。まあまあまあ、それへんはほっときましょうか。はい、今回はもうね、扉を閉めて荷物の整理をしまして、取ったウールをねしまって、一応まあまあその前にベッドができるかどうかだけ見ときましょうか。まあ今回は、あー、できませんね。まだ足りませんね。まああとは荷物の整理をもう一度して、今回はこの辺でセーブして終了としたいと思います。ではまた次回を待て。